ルピーは、セイシェルの通貨。現地のセイシェルクレオール語では、ローピと呼ばれる。ISO4217 コードは、SCR。補助単位は100分の1のセント。時に、SR ヤスレイといった、省略表記がされる。セイシェルの通貨は1810年から、UK ポンド、1877年から、UK ポンドに代わり、モーリシャスルピーが流通していた。 1914年、モーリシャスルピーの流通と並行して当0で導入された通貨がセーシャルルピーである。当初は紙幣のみ発行され、1939年にようやく効果が導入された。1939年に10、25セント、1ルピーの4種類の効果が導入された。モーリシャスルピーに10セント効果はなく、この時鋳造された10セント白銅貨が、 初めてのそれとなった。その他の効果は、モーリシャスルピー銀貨から品位を500に落とした同額同数法の効果。その後、1948年にモーリシャスルピー効果と同寸法、非常によく似たデザインの1、2、5000と同化が導入された。以来、 素材の変更がたびたび行われており、1951年に25セント硬貨を銀貨から白銅貨に変更。さらに1953年と1954年に、鋳造された10セント硬貨が12角形の洋銀貨。1ルー硬貨が白銅貨。1972年に1、5セント硬貨がアルミニウム製に変更された。この間、 1968年に2セント効果の中造を停止、1972年にゴルピー白銅貨が導入された。1982年、新たに銅製の1、5、10セント、白銅製の25セント、1、ゴルピーからなる新効果が導入された。このうち1セント効果は、1992年を最後に中造がされていない。 1一ルピー紙幣1914年に政府は50セント、1、5、10ルピー紙幣を緊急に発行し、通常紙幣の50セント、1ルピー紙幣を1918年に、5、10、50ルピー紙幣を1928年に発行した。1951年に50セントと1ルピー紙幣の発行を停止。1968年に20、100ルピー紙幣を導入。 1972年にゴールピー紙幣を公開、変更した。1979年に金融当局が発見を、引き継ぎ、10、25、50、100ルピー紙幣を発行。1983年に、セーシェル中央銀行がその責務を引き継ぎ、同額面の紙幣を発行。その後は2005年に500ルピー紙幣が導入された。ありがとうございます。